ロシア帝国の国歌、神よツァーリを守りた前は、バシーリージュ・ジコーフスキーが作詞し、アレクセイ・リボフにより作曲され、1833年から1917年に、ロシア帝国が崩壊するまで使用されていた。国歌は、称賛、献身、または愛国心の歌と定義される。最も古い作曲の国歌は、1568年から1572年頃に書かれた。 オランダのビルヘルムスであり、最も古い歌詞の国歌は、日本の君が世で905年諸出の古今和歌集からその詞を取ってある。そして、最も古く公式採用された国歌は、1770年に制定されたスペインの国王行進曲である。また、一部の国歌では、王室、皇室化を国歌としても採用している。ところが、国歌の消滅。 革命や新しい国家の制定などにより演奏されなくなった国家もある。例えば、フランス国家のラ・マルセイエーズは、フランス革命後、それまでのアンリ・ヨ世万歳バンザイに代わって使われた。他の国家と同じ旋律を使用していた国家もある。例えば、イギリスの国家の女王陛下バンザイの旋律は、ドイツ帝国の国家、皇帝陛下バンザイと同じ旋律であった。 過去に使われていた国家の旋律を新しい国家の旋律に使用した例もある。例えば、ドイツの国家のドイツの歌の旋律はかつてオーストリア帝国の国家、神よ皇帝フランツを守りたまえとして使用されていた。国民などの意見により変更された例もある。例えば、19世紀にアメリカ合衆国の事実上の国家であったマイカントリーディズオブジーは イギリス国家と同じ旋律であったので一見によって1931年に変更された。また、旧ユーゴスラビアの国家はセルビア・モンテネグロでも使用されたが公共の場で頻繁にブーイングされたため最終的に国家として使われることはなくなった。これは過去の国家の一覧である。ただし、過去にも一度採用された現在の国家は その国家及びその後継国家で再度採用された現在の国家の節を参照。また、1カ国以上の国で国家として採用終了したが、現在も1カ国以上の国で国家として歌われ、続けている国家は、1カ国以上の国では、現在も国家だが1カ国以上の国で採用終了した国家を参照。ありがとうございます。